インド海軍での計画番号は 15A 型。本級の設計はインド海軍設計局によって行われ、15型駆逐艦をもとに西側の装備を導入するとともに、ステルス性を強化して発展させたものとなっている。15型の船体設計はソビエト連邦から輸入して運用していた 61ME 型の影響が指摘されており、これは本級でも踏襲されていると見られている。 一方、蒸気の経緯より、本級では、主戦隊や上部構造物外壁には全体に傾斜が付されており、レーダー反射断面積の低減に配慮されている。これらには、タルワー9フリゲートで得られた知見も反映されている。指揮官は15型の構成が踏襲されて、ウクライナ製の DT-59、ガスタービンエンジン4機による、小豪具方式となっており、 減速機なども含めたシステムとして、M36E と称される。出センサーとしては、当初は15型と、同系列のフレガート M2EM が検討されていたが、最終的には、新開発の L、M-2248MF スターが採用された。これは4面固定式のアクティブフェーズドアレイアンテナを用いており、 環境構造物工法の登場構造物に集中配置されている。目標探知から艦対空ミサイル及び艦砲による攻撃に至るまでを一括して担当する多機能レーダーである。また、これを保管して長距離捜索用にはロールマイナスレーン2がまた低空警戒用として LM-2238 スターも搭載されている。 艦隊空ミサイルも当初は15型と同系列の QM317ME1 シチマイナス1が検討されていたがレーダーと補調を合わせてインドとイスラエルが共同開発を進めているバラク8が採用されることになった。VLS は環境構造物直前の艦板室と後部煙突直後に16セルずつが搭載されている。 また、艦隊1、艦隊艦ミサイルも垂直発射化されており、ロシアと共同開発した、超音速のブラモス巡航ミサイルを、環境構造物直前の艦板室に16セル、搭載している。このように、ミサイル発射機をすべて垂直発射化することで、ステルス性強化に適している。1998年8月に3隻が発注され、 ネームシップは2003年に寄稿された。初度装備品が多く、また、ウクライナ製種機関の不具合も重なったものの、2014年より収益を開始している。2011年には、本級をさらに発展させた15バイト型の建造が認可され、以後の建造はそちらに移行している。ありがとうございます。